こんにちは、ウェルビング副社長のティラノです。今回のテーマは掘り下げランナーさんのコーナーです。この掘り下げランナーさんのコーナーはですね、私ティラノがさまざまな市民ランナーの方をお招きして、その方のですね、例えばこうお仕事と、練習の両立をどういうふうに頑張っていらっしゃるのかとか、あるいはこう走り始めたきっかけだとか、さまざまなことについて、ランナーさんにお話を聞いていくと、そういったコーナーですというところで、今回お招きいたしましたのがこちらの道下秀樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。道下さんですね、最初にちょっと簡単に私から紹介させていただこうと思うんですけれども、道下秀樹さんはですね、今お年齢が59歳です。はい、というところで、いやもうすごいですね、59歳とは思えない、もうこのもうすごい美しい肉体すごくですね、もうアクティブな方で、でランニングもですね、かなりこう頑張っていらっしゃっていて、今ですね、走り始めて約2年、そうですね、まだ2年経ってないぐらいですかね。はい、はい、それぐらいのところで、でももうすでにサブ4を達成をされて、もうこれからあわやもうサブ 3.5 に突入していくんじゃないかと、そういうようないい練習も今積まれているというところでですね、非常にこうこれからが楽しみな市民ランナーの方でございますというところです。で、今回その道下さんにいろいろとお話を聞いていきたいと思うんですけど、道下さんのまずでは簡単に自己紹介お願いしますか。道下秀樹と申します。今ご紹介いただきましたとおり59歳なんですけれども、横浜の方から横浜でやっておりまして、で、2年弱なんですが、これからもウェルビーさんの、コンテンツを利用させていただいてありがとうございます。さらに上を目指していきたいと思っております。はい、ちょっとランニングの話がいきなりそれて申し訳ないですけど、これはあれですよね、なんかされてるんですか。いや、一応筋トレ的なものなんですけれども、フィジークという、競技みたいなのがありまして、そこの初歩の初歩なんですけども、それをちょっと筋トレやりながらやってるというところで、逆に言うとランナーには無駄な筋肉がちょっとついちゃって筋肉が正直つるんですけれども、はい、やっております。横浜からね、今回ちょっとお越しいただいたというところなんですけれども、今あれですよね、お仕事はご自身でされている、そうですね、もう自営業みたいな形でやって、そういう意味では比較的時間がありますので、ランニングの方にも勤しんでいけないですね。今のお仕事にされてからランニングを始められて、そうですね、そうだったんですね。ランニングを始められたのが57歳の時、そうですね、もう87から8ぐらいの時ですね。いやー、すごいですよね。これきっかけって何かあったんですか。きっかけは、ちょっと今日こういう T シャツ着てきて、ちょっと宣伝があったら申し訳ないですけど、全然大丈夫です。横浜スイートクラブというのがありまして、友人に誘われて入ったんですね。で、ちょうど私もやっぱりその頃まだまだ全然運動不足だったので、まず現状ですね、やっぱりダイエットを目的というところで入って、入ったのがきっかけです。そうだったんです。最初はじゃあもう本当体作りというか、そうですね、だから今よりももう10キロ以上太ってましたし、そうなんですか。そうです。で、ランニングをしながら、一応そういうマラソンを目指してというようなプログラムでしたんで、やっぱり徐々に少し絞れてきたなっていう気がします。すごいですよ、血管がもう違いますもんね、ランニングの賜物じゃないですかね、やっぱりこれは。もう本当に初心者でしたから、ちょうど2年前に始めたんですけども、コロナになってしまいまして、このクラブ自体、ちょっと休止してたんですね、実際に本格的に始めたのは去年の7月ぐらいから、1年、2か月ちょっとですね、でそこからまず本当に、まず5キロを、なんとか25分以内に走りたいとか、それをクリアしたら10キロを50分以内に走りたいとか、そういうような、本当にこうもう徐々にという形で積んでいきましたね。そうなんですね。ちょっとでも、今ちょっと聞いてびっくりしたんですけど、去年の7月とかで言ったら5キロを1キロ5分ペースでなんとか走るようになりたいっていう、ね、ところだったんですよね。で、実はですね、ちょっと昨日とか一緒に練習させていただいて合計で27キロの距離を走ってらっしゃるんですよ。でしかもそれがすごいアップダウンで、平均5分30秒ぐらいでもう行ってたので、すごい成長ぶりというか、すごい伸びですね。これ本当僕も自分で言うのなんなんですけども、ランニングっていうのは年じゃないんだなっていうのすごい実感してますね。本当50歳で始めて、まだ、実質始めて1年ちょっとぐらい、コロナありましたからね。で、申し上げました通り、5キロ、ごめんなさい、5キロ、そうだ、5キロ25分、10キロ50分で、ハーフ1時間50分みたいな、本当にトントントンといけたっていうのがあるんですよ。
で、まあ、もちろんそれ皆さんにサポートしていただいてはあるんですけども、本当にあのこの年齢でそこまで自分自身も持ってなかったんで、はい、でまあなんとか今年の2月ですけど初のマラソンで、まあ、あのサブ4を達成できたというところ、はい、本当にこれって年と関係なくランニングっていうのは、はい、できるんだなっていうのは自分の体で実感しましたね。いやすごいですね、今のベストタイムサブ4で3時間51分です。51分ですよね。だから本当にギリギリであのいやいやサブ4っていう感じなんですけども、全然でも51分だったらもうまだ9分も余裕がありますね。いやでも次はじゃあ今サブ4、サブ 3.5、 そうですね、まあ、あの来年還暦になりますので、はい、まあ、還暦 3.5 を目指せれば、まあ、ありがたいなと、まあ、その一環として、ね、あの今回の合宿を参加させていただいてるんですけど、いや本当にありがたいですね。でも元々あのスポーツとか何かされてたりとかってあったんですか？あのいや高校時代ですね、もう40もう何年前の話ですけども、はい、一応ラグビーはやってたんですね。だからまあちょっと余談になっちゃうんですけども、はい、まあ、今回こういうあのマラソン合宿で、はい、42年前になりますかね、ラグビー部の合宿、高校の合宿以来42年ぶりの合宿に参加ということで、非常にあの新鮮な気持ちでなんか若返ったような感じで懐かしの感覚、懐かしの感覚ですね。で、まあ、そういったあのラグビーやってたんですけど、まあ、あの大学ではスキーをちょっとやってたりとかあったんですけど、やっぱ社会人になると時間がなくて全然やってなかったんですね。あ、本当にまあ50過ぎて少し時間が空いてきて、まあ、前から本当に再びちょっと運動し合いたっていうのが正直ですね。そうだったんですね、はいはい、すごいですね、それだけ久々の運動を始めて、まあ、それですぐ体がこう、まあ、適応していくというか、やっぱりそれはまあ普段から体を鍛えになってたりとかそういうところもあるかもしれないですね。基礎体力があるというか。そうですね、やっぱり意識ですかね、やっぱりそういうもういい年なので、なるべく今の体力維持したいと、少なくとも落としたくないと、はい、まあ、できれば向上させたいなというちょっと欲もあったりというところで、まあ、そういう意識は必要かなっていう気がしますね。なるほど、なるほど、そうなんですね、はい、でも今はあれですよね、もうお仕事をご自身でされながらトレーニングだと思うんですけど、はい、普段のその練習のまあサイクルといいますか、はい、なんかどういう感じで行ってとか、はい、そういうサイクルみたいなのがあるんですか？まあ、特に決めてないんですけども、まあ、一番メインはやっぱりこのクラブで、はい、まあ、日曜日の午前中に、はい、あのまあ、地元の大きな公園がありまして、はい、まあ、そこで、まあ、みんなといろいろあの、まあ、コーチがいますので、はい、あの練習メニューですね、を組むというのが、まあ、それが一つのメインで、まあ、そこに向けて、まあ、日々は、まあ、なかなかあのやっぱり仕事の兼ね合いもありますけども、あの外で走るっていうのがなかなかできないので、やっぱりジムランニングマシンで走ったりだとか、あ、はい、まあ、ついでに筋トレやったりだとか、はい、まあ、そういう感じですね。週に 4、5 回は行ってると思うんですけども、あ、すごいですね。本当にあの走るのはランニングマシンと、あと、まあ、近くの川沿いですかね、はい、まあ、そこを、まあ、やったりとか、あ、まあ、そんな大したことやってないんですよ。なるほど、なるほど、はいはい、まあ、その中でもこういろいろと、まあ、メニューはあの、はい、変化つきながらっていう感じですね。そうですね、はい、どうですか、その体のケアだったりとか、はいはい、まあ、トレーニングした後もやっぱりこう、はい、ご自身で、まあ、おっしゃってた、はい、まあ、ちょっと後から疲れが来るってあると思うんですけど、そういうのも考慮したなんかトレーニング組み方もされてたりするんですか？あ、そうですね、やっぱりケアは大切にしてるつもりで、であの、まあ、ちょっとやっぱり走った後はあの先ほど申し上げたジムの、まあ、お風呂にとか、まあ、幸いにしてあの冷水もありますので、はい、そういうところでケアしたりとかストレッチやったりとかいうのはやってますけど、はい、まあ、正直言ってあのもうあのそもそも年なんで無理はできないんですね。っていうか無理しようと思って体が整備しちゃうというか、はい、だから幸いにして大きな怪我なんかないんですけど、はい、そこを、まあ、もちろん怪我しちゃまずいですけども、ギリギリのところにもっと追い込んでいかないと、これ以上はちょっと記録が伸びないかなっていう、ちょっとその辺のジレンマはあります、ね。ああ、はい、じゃあそこがどこなのかっていうのはちょっとこう探りながら、そうですね、だからそれは本当にあのウェルビーンさんの動画なんか勉強させていただいて、はい、まあ、ケアの話もありますし、はい、だからそこであの、まあ、今回は宿泊の勉強になったんですけども、まあ、自分の限界、このギリギリの限界を超えないぐらいのところっていうのを、なんとなくちょっと分かってきたかなって感じします、ね。あ、はいはい、受講された時期っていうのはいつ？あ、これはもう本当、最近ですってね、あの、はい、この春ですね、この春、それこそあのランナムチャンネルが、はい、勉強していてですね、ありがとうございます。そこから、まあ、あのまだあの受講されて、まあ、でも今、半年ぐらいというところ で、はい、でね、受講される中で、はい、何かこうご自身のトレーニングの中で取り入れられたこととか、うん、ちょっと変えられたことってありますか？やっぱりそれあの、まあ、理論的なところっていうんですかね、あの池上さんの非常に、はい、あのロジカルなお話、その一つ一つ
見立てられたんですね、はい、まああいったところが非常に勉強になりましたね、まあ、それをどうやって体の動かし方にですね、持っていくかというところが一つの、まあ、僕自身の、ね、課題なんですけども、そこがとても受講させていただいて大きな収穫でしたね。道下さんが、ね、その普段トレーニングされている中で、はい、トレーニングでこれは大事なんじゃないかなって思うところとか、道下さんの中でこう大事にされていることとかってありますか？まあ、やはり、まあ、よく言われることなんですけども、なかなか一人じゃできませんのでね、特に厳しい練習というのは、はい、いかにそういう、まあ、乱友さんというか仲間というか、はい、まあ、僕だと思うところとかですね、はい、でね、まあ、今回の合宿のようなところとか、まあ、そういうところをうまくまあ、見つけてというか入っていって、はい、モチベーションを高める、あるいはそういう一つの目的として共有できる仲間がいるというのは大きいと、そういうのは今必要なのかなと思います。で、そこからじゃあ自分がどういうふうに適した練習ができるのかとか、まあ、いろいろアドバイスいただきますしね、逆に一般の人の練習を見ることにはなるほどというふうにありますので、はい、そういう仲間は大切にしたいなと思いますね。あ、なるほど、はい、やっぱ人と走るというのは本当そうですよ ね、 そうですね、もう大きなモチベーションになりますし、道下さんの中でちなみにその走る楽しみというか、これがあるから頑張れるみたいなことって何かあるんですか？まあ、やっぱりその伸びてるっていうのは嬉しいですよね、はい、一つが、まあ、モチベーションにもなりますし、あとやっぱり体調管理というか、はい、だから僕は本当に、まあ、還暦 3.5 なんて言ってますけども、まあ、それはあくまでもね、今一つ夢であって、まあ、達成できればやってるんですけど、まあ、むしろ本当に体調管理だとか健康管理だとか、そういう中でランニングが、まあ、活かせたらと。でやっぱりこういうクラブなんかでも、僕が一番最年長なんですよ、実は。ああ、そうですね。最年長なんですね。で、大体まあ30代、40代の人もいるんですけど、はい、まあ、僕は今なんですけども、なんか一つ僕が、道下がね、あんな年取って道下がそこまでやってんなら、俺たちも頑張るぞ、的な、そういう見方もされてますので、一つの目標じゃないですけどね。目標ですね。まあ、僕がいることによって、みんなも頑張ってるみたいなところも、まあ、あるのかなと勝手に思ってるんですけども、はい、いや、そういうのも一つの中心になりますね。みんなのこう目標になって、ね、目標じゃないんですけども、いやでも本当にそれはあると思いますよ、はい、まあ、そこだけでも、まあ、いる価値はちょっとあるのかなみたいな感じですが、間違いないですね、本当にそう思いますよ、はい、あとはあれですか、やっぱ走った後にちょっとこう、まあ、っとクイッといくとか、それがもう一番です、もちろんね、もちろんですね、この合宿でもすみません、皆さん結構ストイックに禁酒されてる方もいらっしゃるのに、もう僕だけがやっちゃっていやいやいやお好きなんですね、いやいや、それが一つのね、モチベーションも一つ最高のモチベーションかもしれないですね。そうですね。じゃあちょっと最後に道下さんにもちょっとお伺いしたいんですけれども、はいはい、まあ、これから、まあ、還暦 3.5 って話もありましたけれども、はいはいはい、まあ、そのさらに先っていうところも含めて、はい、まあ、ランニングを通して、はい、まあ、達成したい目標だったりとか、はいはい、あとはこうなっていきたいなみたいな、はい、なんかこうご自身の中で思い描いてらっしゃることとかもあれば、ぜひ教えてください。はいはいはい、まあ、やっぱり僕はもう本当に、まあ、還暦というのは一つありますけど、もうその先もう古希とかですね、もう70、80と、まあ、本当に70歳でも、まあ、サブ4を維持できるだとか、はい、80歳でもフルとか走れるだとか、やっぱりそういうところが一つの、まあ、今年ですからね、目標ですね。本当に生きている間は走れる体を維持できて、していきたいというのを支えがな気もあります。いやー、すごいですね。いやー、もう実は昨日道下さんと一緒に距離走しながら喋ってたんですよね。走るっていうのは人間の一つの本能的な機能であって、やっぱりこれがやっぱり使えるっていうか、しっかりこれを、まあ、一気に高めていくっていうのは、これができるっていうこと自体が幸せですよねっていう話もしてましたし、まあ、まさにそれを、まあ、本当に究極のところの話ですよね。本当にずっとそれ生きている限りそうやってやっていきたいっていう、いやー、ぜひぜひ、でもこれからどんどん道下さん伸びていくと思うので、頑張っていきましょう。サポートよろしくお願いします。いやいや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今回ですね、こちらの道下秀樹さん、もう本当にもう還暦のもうあらかんっておっしゃってましたっけ、はい、あらかんですとはね、もう思えないぐらいのもう元気で、さらにもう何ですか、パワフル、まあ本当に私自身もですね、もうこの、まあ、パワフルに日々を生きていくっていうところで、もうどんどん見習っていきたいところたくさんありますし、まあ、体作りっていうところでもちょっと私もね、道下さんみたいな体になりたいなって密かにこう憧れを抱いておりますんでまあ本当にこういった形で、まあ、道下さん自身もおっしゃってましたが、まあ、まずはですね、まあ、その
回継続していける。でこう長きにわたってこの先しっかり記録の向上ももちろんですし、まあ、それとともにランニングを通じて、ね、自分がこういい状態でいられるっていうところ、まあ、このためにも頑張っていきたいという話でした。まあ、弊社もですね、それにとって、まあ、すごくこう役に立つ有益な情報っていうのをどんどん出していきたいなと思いますので、まあ、よろしければまた、概要欄かメルマガ登録をしていただけたら嬉しいなと思います。そして横浜アスリートクラブさんの、はい、ところに行くと道下さんいらっしゃいますので、横浜近郊にお住まいの方なんかはぜひちょっと足を運んでみてもいいかもしれないですね、はい、というところです。はい、それではあの今回は動画をお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。長距離走マラソンが速くなりたい方へお知らせです。今1分だけお時間いいですか？ありがとうございます。私が副社長を務めるウェルビーン株式会社は大阪マラソン日本人トップのプロランナー経験もある池上秀幸とともに経営しています。この池上さんが書いた長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントという小冊子を今無料でプレゼントしています。このプレゼントの受け取り方は動画概要欄より URL を押して私の無料メルマガに登録するだけ。たったの30秒で小冊子があなたのお手元にすぐに届きます。私のメルマガに登録していただくメリットは超効率的なトレーニングプログラムの作り方を学び、トレーニング効果を最大限高めるリカバリー戦略を学び、またレースで結果を出すための心の使い方を分かるようになる情報がどんどんお手元に届くことです。想定し得る唯一の問題はあなたがメルマガ登録をしていただいて、そしてもしお役に立てなかった時、メルマガを解除した後のメールボックスの中にプロが書いた小冊子長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントがあなたのお手元に残るだけです。ぜひこの機会に無料メルマガ登録されてみてはいかがですか。